はい、こんにちは、ケボです。今回は、前回は画像ね、表示ってやつやりましたけど、一応基礎編最後ということで、まあ、まだまだウィジェットはいっぱいありますけど、まあ、リストっていうのをやって終わりたいなと思います。リストのこの動画撮った後は総集編みたいな感じで、なんか YouTube のアプリをトレースしてみようっていうやつを最後にやりたいと思います。はい、ということで、ですね、じゃあやっていきましょう。一旦そのファーストページ、セカンドページっていうのはまあまあちょっともう置いといて、このファーストページを変えていきましょう。ちょっと今この辺の、カラムの中身もちょっと消していってですね、一旦ゼロベースでというか、まあリストをちょっとこのパディングも消して、センターも消して、まあ、一旦カラムもやめて、ちょっととりあえず仮でコンテナでも入れて、この状態からちょっとスタートして、今回はリストを表示していきましょう。ネームテキストもね、いらんで、一旦消しましょうか。はい。ここにリストを入れるって感じですね。リストのウィジェットを入れればリストが作れると。今までもカラムがありましたので、カラムでこう縦に並べてリストを表現することはできたんですけど、まあ、あれですね。リストビューに特化したリストビューっていう、その、あるんですよね、ウィジェットが。なんかそれを使い方を知っていただけた方が、まあ今後、Firebase とかとつないで、データを取得して、記事一覧とか、ニュース一覧みたいにやる場合にも役立ちますので、リストビュー。ちょっとこの一番上の、これでいっか。フラットドック JP。これはでも、公式かよくわかんないんだけど、まあ、この公式はどうですか、リストビュー。はい、とりあえずこの公式一旦見てみましょうか。リストビューのこれコピーしてみましょう。ここね、はい、ここ例えばコンテナじゃなくて今のリストビューを入れてみますと、まあ、縦にエントリー ABC という形で出ました。まあ、パディングもね8あって、コンテナが3つあると、 ABC がコンテナあって、まあ、それぞれ色がね600、500、100っていう濃さになってますという感じで、これはね、もう完全にリストビューのチルドレンにこうやって入れてるだけだから、さっきのカラムの使い方ともうほぼ一緒ですね。リストビューにこうパディングとかがついてるぐらいのもんで、なんかまああとちょっとなんだろう、いろいろリバースとかなんかいろいろついてるだけで、カラムとまあほぼ一緒だけど、まあ強いて言えばリストビューはスクロールビューも兼ねてるから、こうやっていっぱい入れてもうこうスクロールできるというか、カラムだとこれちょっとカラムに変えてみますけども、カラムだとはみ出しましたエラー出ますんで、絶対にこれがね、ほらはみ出しましたエラーで、これがまあリストビューだとスクロール機能もくっついてるから、まあもうはみ出せば勝手にスクロールできるようにしてくれるっていう感じですかね。はい、そんな感じです。ほいで、まあこれがまあこれはねあんまり使うやり方じゃなくて、もう一個のこっちのリストビュービルダーっていう方がよく使いますので、一旦このリストビューをちょっと消して、ちょっともう一回コンテナに仮で置いときますけれども、ここのまあこれですね。これ、まあこれらも必要なんですけども、エントリーズが使われるのかな。まあカラー、まあカラーと、まあカラーはちょっと使わないでいいか、今回は。ちょっとじゃあこれちょっと入れて、リストビューのとこ、ここ、これにして、ちょっとエントリーズだけ、A、B、C だけ、ちょっとここに変数としておきますと。ちょっとカラーは今回使わないでいきましょうと。いうこと、ちょっとこの辺がカンマ、OK、これで ABC と出ましたね。はい、でこれは何がやってるかっていうと、まあこれがリストビューの使い方っていう感じなんですけども、リストビュービルダーちょっと説明のためにパディングとか邪魔なんで外して、アイテムカウントとアイテムビルダーだけにしますね。ちょっともっとシンプルにしたいからコンテナもちょっと消して、もうなんならセンターも消していきましょう。テキスト。あ、でもちょっとセンターだけ残すか。
真ん中にして、はい、こんな感じでエントリー ABC っていう感じになって、こっちに例えば、突然の K ボーイみたいな感じで出てきたエントリー K ボーイが出てくるわけですけども、こういう感じでこの4つの、まあ、配列っていうんですけど、これリスト型文字列の配列って言いますけども、この配列を、ここに、まあ、エントリーズとしてこうなんか、まあ、ここに入れて、まあ、リストにしてくれてるっていうのが、まあ、ざっくりやってることなんですけど、アイテムカウントの方に、この配列の長さエントリー .length ってやったら、これ 1,2,3,4 個あるから、まあ、これはイント型のものを入れるから、例えば本当はこれは4とかが入ってるわけですよね。これ3とかになったら、まあ、3個しか出ないわけですけど、他のエントリーズ .length ってやったらこれの個数を数えてくれるわけですね。プログラミングがねやってくれるわけですけど、でそれが OK として、で 4つって指定しましたと。したら今度アイテムビルダーっていうこの、まあ、ちょっと難しめなビルダーの中でこの括弧の中が動いているんですけども、このアイテムカウントの数だけビルダーが回転します。4つあればこの中が4回呼ばれるって感じですね。この波括弧の中がで4回分呼ばれて、1番目のやつ、2番目のやつ、3番目のやつ、4番目のやつって呼ばれてこう描画されると、4つ分、まあ、これを5個にしちゃったりするとまあエラーになりますけど、ちょっとエントリーが4つしかないんでね。でこんな感じで、まあエントリーとまあこの変数みたいな感じで、ちょっとまあこれもついでに覚えちゃいますか。なんかこのテキストの中にこの変数を突っ込むときはこのドルマークとこの波括弧で囲むと、やべ、ここに変数が突っ込めるんですよね。はい、そういう書き方があります。でこれは何やってるかっていうと、こうインデックスっていうのに、まあ、さっき4回転するって言いましたけど、このインデックスに最初は0が入って、次は1が入って、次は2が入って、次3が入るんです。0、1、2、3って、まあ、プログラミングは1スタートじゃなくて、全てのカウントが0スタートなんで、0、1、2、3なんですよ、4つある場合は。これがなんか入ってくるんですよ、インデックスっていうところに値がやってきて、ここにそのまあ勝手に動き出した、ここに0、2回目は1、3回目は2、4回目は3が入ってくるわけだから、この1回目の0だったら A が指定されるし、2回目の1だったら B が指定されるしってことで、ここもし静的にこう0ってやっちゃうと全部エントリー A になるわけですよね。だけどもこうインデックスっていう、こう変数をここに入れてるから、あの ABCK ボーイってなってるわけですよね。4回目に、まあ、もし J ボーイが来たら、J ボーイって一番下につくと。はい、あ、間違えた。また K ボーイにしちゃった。J ボーイね。はい、J ボーイと。これをもし、4番目にしてしまうと、全部 J ボーイになってしまうっていう感じになってしまうんですね。はい、こういう形で、ここは変数なので、これを入れてあげて、っていう感じ、ちょっと難しいですかね。こういう感じで、まあ、今はこの配列に入ってる値をリストビューに並べるっていうことをしてるんですけど、要はこれからアプリ開発をいろいろやっていくと、データベースからインターネット通信してデータを取得したら、こういうまあ配列みたいな感じで複数のデータが取得できるわけですよね。データベース通信したら、なんか記事一覧とか、記事が10記事あったら10個のデータがやってくると、その10個のデータをこううまく画面に表すと、ただのデータでしかないものをうまくこう画面に表現するっていう時に、このまあ配列になっている形のものをこのままだと画面描画できないから、こうリストビューという形でアイテムカウントと、まあそのビルダーの中でこうどう表示するのかっていうのをここに書いてあげて、例えばテキストもね、まあさこの前やったようにこうスタイルで、テキストスタイルでやってあげると、フォントサイズとかが30とかにしてあげる、間違えた、してあげると、この辺でちょっとデカめになったりとか、まあセンターの中にここにパディングを入れてあげると空白がいっぱいできたりとか、まあそうですね、これやっぱコンテナに変えて色をつけてみようとかね、カラーズイエローにしようみたいな、全部イエローになるみたいな
感じで、まあいろいろこう変数をリストとして表現できるみたいな。ちょっと難しいかもしれないですね、ここまでよりは。一番最初のこの単純にチルドレンの中に3つ、ウィジェットが入ってるって方がまあ簡単かもしれないし、まあ、リストビューこちらはこんな感じで表現しますよっていう感じでした。はい、まあビルダーとかもあるし、セパレートっていうのに例えば変えてみると、あ、ダメなのか、セパレートダメか、エラーが、あ、リクワイアドアーグメントセパレーター、そうか、セパレータービルダーが必要なのか、セパレートにすると、ちょっとこれコピーするか、セパレータービルダーなんだけど、あ、セパレーター出てますか、めちゃめちゃ薄いけど、ディバイダーのカラーがブラックにしよう、あ、ブラックにしたらこうやってなんかセパレーター、あの間の区切り線が出てきたりとかしますよっていうのが、リストビューでした。はい、こんな感じで、まあ今回この配列っていうリスト、ストリングって、まあストリングじゃなくて、例えば数字とかもね、イントってやったら数字の配列にすべきなので、これはちょっとこれもなくてもいいんだけど、0、1、3、9、9、みたいな感じでやるとエントリー、0、1、3、9、9みたいな感じで、こう、まあ、数字のね、数字にもできます。で、このエントリーを別にね、ナンバーとかに変えてもいいし、まあ、なんならなくてもいいし、こうやったら0、1、2、3、4。まあ、こんな感じで、リストビューっていうのもありますよっていう形ですね。はい、さっきのカラムでも表現はできるんですけど、リストビューだと、こう、さっき言ったように、こう、スクロール機能が付属してるんで、まあ、便利かな、みたいな感じですかね。はい、ということで今回はリストビューについて紹介してみました。まあ慣れるまではちょっと難しい気がしたんで、まあカラムでやってもいいし、でも結局こうやって変数とかデータ取得したものを画面に大量のデータをこう反映するみたいな時はやっぱリストビューの方が綺麗に表示されるかなと思いますので、まあ覚えておくといいかもしれないです。はい、ということで今回の動画は以上です。次回は最後、YouTube の画面のトレースっていうのはまあ真似して作ってみようっていうのをやって、この基礎編は終わりたいと思います。はい、ということで See you next time.